世界人口の半分と同じ富が62人の富豪に集中。格差も極まれり、貧困問題に取り組む NGO のオックスファムは、最新の報告書で、世界ではわずか62人の富豪が最貧層35億人分と同じだけの富を所有しているという。この62人の昨年の富は1兆7600億ドルに上り、世界人口の半分以上を合わせた額を上回った。2010年には世界人口の半分と同じ富を独占していたのは388人の富豪だった。この1年で富はますます少数に集中し、今では2階建てバスの定員にも満たない人数になっている。富裕層の富は2010-2015の間に 44% 増大。これはざっとカナダの GDP と同じ額だ。富の集中と租税回避地に隠された推定7兆6000億ドルの資産のおかげで、世界的な貧富の格差は過去例を見ない極端さになりつつあると同リポートは警告する。社会契約が破綻。金融危機と世界大不況の後、経済は再び回復し始めている。これは喜ぶべきことだと誰もが思っている。だが、所得の成長や富の成長を実際に手にしているのは少数の大金持ちだけだと、オックスファムの政策責任者ウェイン・クリプケは本誌に語った。労働者階級と貧困層は成長の果実を得ていない。ということは、経済のどこかが決定的に狂っている。ルールにのっとって一生懸命働けば報われるという社会契約説が破綻している。オックスファムの驚くべき報告書は、今週開幕する世界経済フォーラムの年次総会ダボス会議に向けて準備された。政財界の大立て者や有名人、いわば資本主義の支配者たちがスイスのリゾートに集まり、今年のテーマである AI 人工知能や激動のマーケットについて話し合う。富の格差を是正するには、世界の指導者たちが労働者の生活に必要な最低限の賃金を支払い、職場での男女平等を推進しなければならないとオックスファムは言う。租税回避地の廃止にも取り組む必要がある。昨年のダボス会議の前にはオックスファムは、所得格差が放置されるなら世界の富裕層 1% の富が残り 99% の富を2016年までに上回ってしまうと警告した。今やこのシナリオは現実になりつつある。極度の貧困は半減したが、世界有数の金持ちの多くの純資産は今や複数の国家を合わせたより大きくなっている。マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツの純資産は推定792億ドルで、ベラルーシとスリランカの GDP を合わせたより多い。メキシコの実業家カルロス・スリムの純資産はレバノンとウルグアイを合わせたより多い771億ドルだ。世界的な貧富の格差の広がりの原因の一つは、経済システムが権力者だけを利するような仕組みになりつつあるからだとオックスファムは言う。2009年以降、アメリカの CEO たちの報酬は 54.3% 上昇し、一方で賃金は頭打ちだった。また、米シンクタンクの経済政策研究所が昨年6月に出したリポートによると、CEO たちの稼ぎは30年前と比べて10倍になった。1990-2010 年の間に、極度の貧困であえぐ人々の数は半分に減ったと、国連は言う。それでも、なお、世界で8300万人以上の人々が極端な貧困の下に暮らしている。オックスファムは貧困層の減少を進歩と言いながらも、その間も各国の経済格差は拡大してきたという。ルーシー・ウェストコット。最後までご覧いただきまして、
本当にありがとうございました。ここで重ねてお願いはございます。チャンネル登録をお願いします。とても励みになり気力もアップしますので、登録ボタンからよろしくお願いしますね。